今日はですね、現場で行っている整骨院で行っている、腰痛に関する検査法を紹介しようと思います。で、まあ、いろんなやり方があるんですけど、まず、基本的な検査法を紹介していきます。で、私たちがやる場合はまず基本的には、骨盤の位置っていう言い方をしているのかなんですけど、骨盤の位置をチェックします。で、両膝を立てた状態で ASIS 上前腸骨棘っていうものの位置を見ます。で、右と左の高さを見ます。で、多くの場合は、腰がですねこんな風になっている人が多いので、片方がこう歪んでいたりするケースが多いですね。まずこれを確認します。で、そして、回旋動作、こっち側とこっち側、どっち側が矢とかありますか？右側が矢ですよっていう風な感じの確認をします。で、そうすると、こっちの回旋の場合はもしかしておそらく左の中殿筋あたりに何かスパズムとか緊張があるんじゃないかなって考えるんですね、はい、で、この回旋をチェックし、そして、ですね、まず前屈かな、こっちで倒していきます。これで痛み出ますか？大丈夫ですか、はい、これはベッドの上で行っている前屈動作ですよね、簡単に言っちゃうと、はい。で、さらにじゃあちょっとね、こういう動き、これはどうですか？ちょっと痛い。で、少し深く前屈すると腰が痛いんだっていうのが、これで想像ができるわけですね。はい。で、そして、今度はお尻を浮かしましょうか。はい、これが痛み出ますか？お尻は大丈夫です。大丈夫ですね。はい、で、これは、はい、下ろします。はい、これは後屈動作。で、痛みが出るかどうかをチェックします。はい、で、そしてもう一個、ちょっと細かく追いかけていくと、こっから、こういう動きとこういう動き、どっち側が矢とかありますか？右側、はい、どういう風に動きますか？ちょっと、はい、これは側屈動作ですね。側屈としての痛みがあるかどうかっていうのを検査します。で、さらにですね、これでまず動作をチェックするんですね。で、細かくさらに追いかけていく、どこの筋肉が原因かってことを考えていくと曲げます。これトーマステストって言いますね。で、こうするとこの前が、まあ、浮いてきちゃうと腸腰筋で筋肉が硬いですよって言います。なのでちょっと硬いかなって感じですね。で、反対側と見ます。反対側を曲げていって、これがブイーンって浮いてしまうと腸腰筋が腰痛の原因になる可能性が高いなと思うんですね。で、結構このケースは座っている仕事に多いです。デスクワークとか、ドライバーさんですね、運転手さんなんかは結構これが硬くなっているケースが多いです。で、今度はパトリックテストね、股関節の動きをチェックします。で、こうした時に、ここに痛みが出る場合は腸腰筋が原因、裏側とかですねに出る場合は仙腸関節が原因の腰痛って考えます。で、こちらも同じようにパトリックテスト。で、こうするとちょっとこっち側がちょっと浮いちゃってる感じ分かりますかね。ちょっとね、こうね、こう浮いちゃってる感じがあるんですね。で、これ違和感はどこに出ますか？前の方ですかね。なんか、この端っこを示してるんですか？もしかしたら仙腸関節が原因かもしれません。で、この開いちゃってる状態って何を別で表しているかというと、腰自体が、腰椎自体が、まあ、本来回旋はあんましないんですが、こういうふうなよじれをしている可能性があるってことを示してます。はい。ですね。で、これが、股関節のパトリックテストのケースですね。で、さらに、股関節のインピジメントですね。股関節を、先ほどトーマステストはこのままなんですけど、屈曲内線、屈曲して内線していく。で、ここで詰まりを感じるようなのは、仙腸関節とですね、股関節自体の問題がより強くありますよってことですね。はい、こちら反対側も曲げていってちょっと内線します。で、ここにね、前側が詰まるような状態があるときはちょっとありそうですね。めちゃめちゃありますっていうと、股関節に、仙腸関節、股関節に問題があると。で、できれば検査もですね、ちょっと今はしょっちゃいましたけど、必ず同じ方向からやった方がいいです。こちらと、この動き、おーってなるんですね。で、反対側も、比べる感じですね。で、これで、仙腸関節の、問題、股関節のインピジメントをチェックします。で、腰痛はですね、いろんなタイプがあるんですけど、股関節から下、下半身が原因ね、腸腰筋から、ももの前から原因のものと、上半身、胸椎とか頸椎の問題がある場合が、の腰痛があるので、それを見分ける方法としては、枕をどかします、はい。で、肩の位置をチェックします。で、手を万歳しましょう。
で万歳をするとそうですね、肘が曲がって、ね、さらにこうね、つかないケースですね。でさらにこっちを反っちゃうわけです。で彼の場合は少し、こう胸椎をね伸展させて腕を上げようとする傾向があるんで、仮に彼が腰痛である場合はちょっと少し胸椎の問題もありそうだなってことです。だから必ず上半身の、ね、胸椎がんの問題なのか、ね、股関節が問題なのかってことをまず分けて考えることですね。でひどい腰痛はこれがミックスで起きてるってことです。だ検査がたくさん引っかかれば引っかかるほどこの方の腰痛は悪いですよってことをお伝えすることがとても大事だってことですね。でさらにうつ伏せです。はい、はい、うつ伏せになってですね必ずね、この仙腸関節っていうところで触っていきます。でやはり案の定さっきこういうお尻があるなと思ったんですけど、ちょっと見るとこうなってるわけですね。で一番最初にやるべきことはですね、尻上がり兆候ですね。こうやってこのついた時にお尻が浮いちゃうかとか若干浮きますね。でさらに、代償してここで逃げちゃうんです。これね大腿筋膜張筋という筋肉が硬いと曲げた時にこっち側に引っ張られちゃうんですね。でこれどこの筋肉が問題かを知らします。でここで硬い場合は、大腿直筋、ももの前の筋肉張筋が硬いですよ。でさらにこう逃げちゃうと大腿筋膜張筋が硬い。でこっちも同じように本当はね、やってくださいね。チェックします。で、あともう一個ですね、チェックしていくのはこういう動きですね。この状態でこうやって見るとですね、こっち側ストンっていくんです。こっち側ちょっと引っかかるんですね。これで同じぐらいですね。どういうことかっていうと、腰椎がやっぱり案の定こっち側に寄ってるなっていうことがこれで分かるんですね。でさらにスプリングテストと言われているような、ね、上から胸椎をですね進展させてちゃんとバネがあるかなと、スプリングがあるかなとチェックします。だそうすると何やらごめんなさい、こういうところが嫌な感じがしますよね、はい、この辺が何か胸椎がちゃんとした、機能的に動いてないなっていうのが分かるわけですね。であとはこの仙腸関節に触ってですね、ここの PSI です、ここです。ちょっとポイントが分かりづらいかもですけどここですね。で多くの場合体が歪んでるから痛いと思いがちなんですけど、基本的には歪んでるからイコール痛いわけじゃなくてですね、そ神経とか通り道のところで痛みを発していることが多いんですね。でそこで、まあ、特にこの仙腸関節のポイントなんですけど、ここですね。でここにごめんなさい、ちょっとタイプ的にあるんで、こういう嫌な感じわかりますね。ここに謎のね張り感というかコリコリがある場合はですね、結構腰痛を持っているケースが多いです。でも逆に言うと体がこう歪んでいてもこのね仙腸関節のこのポイントを触ってですね圧痛がない場合は意外に腰痛自体がなかったりするんですね。っていうような形で、このような、検査を含めて総合的に判断していくってことが腰痛の検査で、やっております。だから仮にですね腰痛でですねただね前屈して骨骨して痛いですかって聞いてるとちょっとその検査としては甘いかもしれないので、まあ、このようにですね前後左右チェックして、これでもまだまだ、足りないんですけど、まずこれぐらいの検査をしっかり行っていくと腰痛の原因が上半身にあるのかな、下半身にあるのかな、お尻にあるのかなっていうことが分かってくるんで、まあ、ぜひともちょっとこういうような感じで検査を、治療の中に取り入れてみたりとか、あとこういうふうな検査をちゃんとしっかりしてるかっていうのを、見てあげると、治療院選びとしてはいいんじゃないかと思います。ということです。